金糸丼は一部のうなぎ料理屋で提供される丼の。うな丼に卵焼き、あるいは金子卵を組み合わせた料理。滋賀県大津市の料理店、大阪山金ネが発祥とされ、同店の登録商標となっている。京極金ネヨの金子丼この名称の料理を提供する店としては、大阪山金ネと京都市の京極金ネの2店が有名である。 大阪山カネヨの金子丼が厚焼きのだし巻き卵をうなどに乗せたものであるのに、対し、京極カネヨの金子丼は大きな薄焼き卵が丼を覆うスタイルで提供される。京極カネヨは大阪産ののれんわけであるが現在は絶縁しており、両店ともに金子丼は事件のオリジナルであるとしている。また、 祇園の老にである金生などいくつかの店では、うな丼の全面を覆い隠すようにたっぷりの、金子卵を乗せたものを、禁止丼として提供している。蒸気以外にも、禁止丼と呼ばれる料理は存在し、主に関西地方で広く供される。名の通り禁止卵を、米飯の上に敷き詰めた丼物を刺す、一般名であり、うなぎには限定されない。卵の上、あるいは下に、 さらなる具が乗せられることがままあり、うなぎのほかアナゴ、ハモ、ニシン、鶏肉など多彩である。大阪山金よ、歴史物語第97回賀県、ご当地グルメ老眼なのに、禁止丼レッドをあちこち食べるぞ。B 級ご当地グルメ、日本経済新聞電子版2012年7月13日、丼探偵団、編、ベストオブ丼文春文庫。 132ページから165ページ、ありがとうございます。